この問題ね、ええ、あの実は、まあ、秘密保護法の問題でハレーションが起きちゃってね、ええ、あんまり人々の目に触れていない、まあ、民法改正問題もそ,の、はい、そうなんですよね、ええ、で結構重大な問題含まれてるんですよ、はいあのね、僕が一番注目をしているのは、あのカウンターフェイト、つまりあの実際、実偽物って意味じゃなくて、あのうん、違法ダウンロードによって手元にコピーを置く振る舞いについてはですね、ええ、基本的にはですね、 えー、今日本申告罪でしょ、はいえー、これを非申告罪化するということです。実はですね、この違法ダウンロードや著作権侵害については、申告罪であるということがそのベースになって、その刑法的にはね、うん、だからコミケがあるわけですよ。はい、あるいはそ、そのその申告罪であるがゆえに、そこに、一日著作権とかっていうね、うん、そういう私的、まあ、ルールを作るってことも出来上がってるわけです。えー、でこれをね 恐ろしいことにですね日本とベトナム以外のすべての国が非申告罪かつまり訴えがあれば警察が必ず捜査をして、うん、まあ基本的に言うと捕まえるというこ、うん、賛成していてのかつあの今まで日本だったらですね販売部数、えー、かけるその違法な利益、えー、それを、ねあのまあ、そ賠償に当てろというふうになったんだけどアメリカによくある損害 賠償をペナルティに使うつまりですね懲罰的損害賠償請求権っていうのを、ね、認めるということについても多くの国が賛成しているで、この両方非申告罪化と懲罰的賠償請求権が認められるとどうなるかもうお分かりですよねコミケはもしかすると終わりです終わらないようにするにはもちろんですね皆さんがいろんなマークを使ってね あのこれはつまり自分の、まあ、著作権を放棄をしますとかね、あるいはその、まあ、あのオープンドメインに置きますとかっていう、いろんなやり方をする対抗策はありうる,るんだけど、ええ、そうした工夫を頭でやらないと、実は、えー、ただ放っておくと、こうした日本的なお祭りは終わりですさて、その来週なんですが、うん、スペシャルウィークの1週間で、金曜日はその TPP 問題。 えー、宮台さんとともに、えー、金曜日は林芳正農林水産大臣、スタジオにお見えになりまして、じゃあね、TPP で、うん、の日本の農業は生き残っていけるのかどうかのテーマに来週、絞らせていただきまそういう問題設定はあまりよくないんです、うん、今ね、著作権問題が実はアメリカが一番終戦場なんですよ、えー、だって年間12兆円ぐらいか、そこで稼いでるからね。 で日本や多くの国が、特に日本政府がものすごい頑張ってね、阻止している、うん、でもこれから4日間の閣僚会議で、もしかすると、アメリカがね、農業分野で譲ってやるから、著作権分野、丸ごと譲れっていうふうに言ってきて、<ー>その各分野ごとの今までの積み上げが、うん、いわゆるそのポリシーバーターによって、 一挙にひっくり返るる可能性があるんです、うん、だから農業分野だけに、ですねあるいは調査権分野だけに、分野だけにその的を絞るってことが今できないんですね、<ー>なぜかというと、もう閣僚会議になっちゃったから、閣僚会議っていうのは事務レベルでのですねそのタフな積み上げを、実は取引で全部ひっくり返す可能性があるんです。うんね、なののでその辺を含めて 林さんはねもちろん全部ご存じだから、この辺はね、うん、ちょっと議論してみたいと思いいますねなるほど、うん、はい、来週の金曜日は TPP 参入でどうなる。<laughs>